あれやん、スペースランナーおるやん。1374の2005年式かな、日産スペースランナー UA でしたっけね。いや結構古い車両ですからね、まあ、もうそろそろね引退するんじゃないかなと思いますが。というわけで皆さんおはようございます、 JR 大手手続きです。というわけでね、今ですね、私はですねこちら JR 難波駅前のねバス停に来ているわけなんですが、今回はですね4月10日というわけでね、あの青春18切符が使える最後の日というわけで、あの今から18切符消化しに行くわけなんですが、あの今の時間がなんとですねこちら、もうすぐで11時半という時間でですね、なんでこんなに遅いんやっていうとね、話すといろいろ長なりそうなんで、あのまたね電車乗った時に話せる時あったら話そうと思います。というわけでまず駅の方に向かっていきます。いやー、それにしてもちょっとあの面白い話聞きます。あのね、まあさっきですね、あの去年難波の思い出した、あの難波のね朝日屋書店ってあるじゃないですか、そこでですねなんか鉄道部品の販売イベントがあって、それ行ってきたんですよ。まあ正直欲しいもなかったんで、まあ、すぐ帰ろうと思ったんですけども、朝日屋書店の難波のところってね結構大きい鉄道のなんか本だったりっていうか売ってる場所があってね、それめっちゃいいなと思ってね寄ったんですよね。なんかいいのあるかな思ったらね、まあ、そこ釣り革売ってるんですよね。あのバスとかで使われてるであろう三角形の釣り革がですね、あの1100円で売っててね、しかも形もいいものですから、ちょっと悩みましたね、買おうかなと思いましたけども、まあ帰ったら買いたいですね、はい。というわけで、まあ、そんな話でございます。というわけでね、あの JR の難波駅どこ、 JR の難波駅、あこっちか、こっちかな、こっちですね、多分こっちというのを信じていきます。はい、というわけでね難波駅に着きました。なんだかんだこの難波から乗るのはですね2回目なんですよね、はい。というわけでね入っていこうと思います。はい、というわけでねこちら、はい、5回目ねもらうことができました。今日がね使うことができる最後の日なんでね、まあ、こんな遅くても使おうと思います。まあ、ちなみになぜ今回動画撮っているかというとね、シンプルにただ自分がなんかホームビデオ的な感じで撮影したかったっていうのと、あとこんなね遅い昼間の時間帯からでも18切符元取れるんだよっていうね証明を兼ねてね今回動画を撮っていこうと思っております。だいたい18切符ね1回がね、まあ、2500円ぐらいですかね、まあ、単純にこの金額を5で割った数が、まあ、1回分の値段ということなんで、まあ、これ金券ショップで簡単で若干安いんですけどね、はい。というわけでね、まあ、今回ね元取れるか頑張って検証していきます。というかね自分の行きたいところ行くだけなんですけどもね。というわけでね、まあ、とりあえず、はい、こちらですね201系ですね。なんか久しぶりに見ましたね、こうなんかふさっと止まってるの久しぶりに見ました。というわけでこれに乗って河内片上まで行こうと思います。というわけでですね、冒頭に言っていたなぜこのね昼間からですね18切符の旅を始めたのかと、そういう話になるわけなんですが、あのですね行く前日、もともとですね今日ね、あの4月10日なんですけど名古屋に行こう思ってたんですよ。名古屋に行こうと思ってたんですけど、あのですね動画撮影できる容量がなさすぎてずっと編集してたんですよね。ずっと編集してたおかげでですね、もう仕事も行き始めてるわけですけども、仕事の疲れとその寝てない疲れがもうグッときてですね、あ今日名古屋無理やって、一応4時に目覚めたんですけど諦めたんですよ。名古屋無理やから、まあ8時9時ぐらいに起きて、なんかじゃ あ、 まあ近場でちょっとなんか行きたいとこ行くかと思ってたんですよね。まあ、行こう思ってたらですね、あのまさか家出るのがですね11時で、で JR 乗り始めたのがね12時前ですから、もう大誤算なわけですね。自分でもびっくりしてます。というわけで河内片上に着きました。なんだかんだ言ってこの駅初めて降ります。
というわけでね、とりあえずですね、この駅何がすごいって、まあ、何が行きたかったっていうとね、あの桜とね電車を絡めて撮ることができるんですよね。まあ、もうじき引退のこちらね201系とかもね絡めて撮ることができるんで、せっかくやったら行ってみたいなというわけで行きましたがね、あの皆さん、あのいいお知らせと悪いお知らせがあってですね、まあ、いいお知らせはこちら201系が走っているということです。はい、ですが悪いお知らせ見てください。もう桜がもうほぼないやんっていうね。はい、もう桜という桜がねもう散ってしまってね、そりゃ今4月10日やから、まあ、そりゃそうかって話やけども、まあ、なんかちょっと悲しいですね。はい、なんかもうね桜かって言われたらちょっと怪しいですよね。なんか桜の花びらもありますがね、なんか緑に染色されてますからよくわかりませんね。はい、で次に来るのがですね三角印というわけで221系です。はい、まあどっちでもいいんですけども、せっかくやったらまあ201系も走ってんのやったら撮りたいしというわけで、まあ、ちょっとどんな感じに見えるのかっていうのを実際ちょっと登ってね見てみようかなと思います。ちなみになんですがね、改札はこんな感じです。はい、切符はですね、あのあそこに、はい、入れるみたいで、 IC カードはもうこうやってタッチできると。で、あの、まあ、こっちから、まあ、あの入る入場するときやったら、まあ、券売機でシューって通すことができるっていう感じですね。はい、簡易改札機という感じです。へえ、ここって大阪ですからね、大阪でこの券売機が設置されてる駅ってまあ、割と珍しいんでしょうかね。まあ自分が知らんだけでもっとあるかもしれませんけどね。ちなみにですが、跨線橋から見渡すとこんな感じです。はい、本当もうすごいのどかなところにありますね。はい、もう山もね緑が生い茂った、本当にいやーいい場所ですね。ここがまだ大阪とは思いませんね。はい、すごい、いやー空気がね自然の香りします。どんな香りやんって話やけどな、なんかすごい排気ガスみたいな、そんな匂いもねありませんからね、結構いい場所です。でちょうど電車が通過するみたい。ちなみになんですがね、先ほどですね電車と桜を絡めて撮れるって言った場所がだいたいここら辺です。2番線、まあ、1番線に向かうね跨線橋の中間の、まあ、ここら辺でちょっとしゃがむといい感じに撮れるんじゃないかなと思います。はい、まあね、あの桜の満開シーズンをちょっと逃してね撮影というわけでね、まあ、桜が寂しいわけですけども仕方がありません。であとね、ここはあの改札に向かうねあの通路でもあるんでね、あの人が来たら皆さんどいた方がいいと思います。あのシンプルに邪魔って言われそうです。はい、というわけでね、ちょうどこちらのですね普通 JR 南波行きですね、201系これに乗ってですね、とりあえず旧法寺まで行こうと思います。はい、久しぶりにこの77番になるな。いや、これすごい近いな、すごいなこれ。というわけでですね、旧法寺に着きました。ここからはですね大和路快速に乗り換えて大阪まで行こうと思います。まあ、次のね行きたいところに行くという感じです。というわけで人多くて見えにくいですがね、はい、ちょうど4両の NN 編成がやってきましたね。はい、前が26番の編成みたいです。はい、まあ、NA なんちゃら編成とか言うんでしょうけども、私知りませんからね。まあ、いや、とりあえずこちらのね、はい、221系で大阪まで行こうと思います。というわけでね、まあ、もちろん私はですね2両モハユニットのやつがね一番好きなんでね、はい、前に乗るわけなんですけどもね。じゃあ乗ります。じゃあ買って、
はい、というわけでね、大阪に着きました。というわけでね、とりあえず今から乗り換えます。次に乗るのがですね、こちら13時13分発の新快速米原方面大見塩津行きです。はい、なんかね、10分遅れてるみたいでね、最悪ですね。ただでさえちょっと時間ないって言ってんのに、はい、で、なんか知らんけど向こう側ね、はい、13時45分の新快速はですね、なんか10番乗り場から発車するみたいですね。なんか昼間からね、10番乗り場使用するっていうのは結構珍しい。ワンチャン普通電車が高槻先着説ありえそうやねんけど、どうなんやろな。というわけでですね、やっと新快速に来るみたいですね。はい、ちょうど今ね、あのこの駅の時計やったらね、46分とかなんでね、実質16分遅れですね。はい、やっと行きます。よかった。発車されたら困る。危ない危ない、これ乗り遅れたらめんどくさい。というわけでですね、ドアが閉まったというわけでですね、まあ、約15分ですね。なんかもうほぼほぼ定時なんじゃないかってね、あの15分間隔で新快速運転されてるわけですから、そう考えたらほぼほぼ定時じゃねってね、思うんですけどもね。というわけで新快速大阪を発車しました。ちなみになんですがね、今回ですね、まあ、大津に行くわけなんですがね、あの一応動画はですね、ここまでとさせていただきます。またですね、あの近いうちに別のパートを出そうと思うので、よろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。